ゆうれいさん、べんぞうさんのチーム4となります。ブール、ジャッキー、ポン。じゃあ、勝ったチーム3の方々はコンパネを選択。先方はレイレイが選択です。そうです。じゃあ、アンピンガーチーム4は、先方、ベンゾーさんのジェダイ。今度は先方が、カジノコさんのレイレイ。さあ、ダッシュダイキックで、もう体力が半分、ダッシュレイズがあるので、多少回復する。点数で、なんとか中期が、さあ、これがね、8位ダッシュダイキックが入って、リアプレが蹴ったら、これはアドバイス返していく。さあ、ダッシュが入って、点内が入る。ジャンプを前大根で落として、さあ、ダッシュ大根入るが、サロリー圏内から両追いつくものを投げて、さあ、結果に決意でなくなっていく。さあ、ラスト大キックのほうが入ってくるから、つながってないように見えたんですか。あれ、もっとつながるんですか。さあ、頭が入る、いいです。さあ、ラスト勝手にセブンが入って、先方戦勝ったのは、弁当さんのゼラ。もしかしてダッシュダイキック連打って繋がってます？ダッシュダイゲーター。はい。ああ、ですよね。びっくりした。さあ、ワンコン側はユーレさんのデリカリ、ユーレさん側はキョウリさんのバレッタ。さあ、レモンクレイドルで、そしてアドバーからキョウリシガン二段ジャンプで集まって、これはキックナギで落としていく。デモンクレイドガードから反撃は一つ落ちちゃったが、ハードバーから攻めていく。デモンクレイドではしっかり前で来て攻めていく。画面端デモンクレイドで落として逃げて、さあ、もう一度画面端に来るところしまった。デモンクレイドでは一気に落としていく。メーカリクリックが入って追いつけ、まだ来ない。右足ミサイルが入ったらがまだ来ないで、投げて落としていく。さあ、ジャンプ台上入って、デモンクレイドに逃げる。さあ、デモンが飛ぶ風を登りしが入って、さあ、ラメ走りに行くと、セルベージがアードバーからクリハが入っていく。クリハウリがアップに繋がるぜ。オイリスはリリスから MC、 リリスデモンで落としてスタートを追加したら攻めていく。さあ、ガーちゃんは IC、 ES が、ES デモンクレイドルはで、タクシー、ワルマンマンを受けた、ブリッジを重ねて、さあ、お互いにを変えているか。さあ、何を走っていって、 ES を後ろまで入って、バレット当たらない。体力を一度で残念に返しましたが、スピードの最中で落として、さあ、これはもう当たらなくなってくぞ。さあ、タッチミスかな。で、落として勝ったのは、チーム4のユーレさんとベンゾーさんのチームです。では、次はチーム7、僕とランテイさんのチーム対、チーム8、博多ゴブゴブさんとボンさんのチームになります。
アツタさんちょっと今ね試合されてるんで、本命のアツタさんが登場するまで実況を代理でやらせていただきたいと思います。まあ喋らせたらねどう考えてもアツタさんが全員なんでですね、オララさん頑張ってアツタさん登場したいね。この試合は、誰だよ誰かな、ナルカミ命令とナルカミさんの命令とアカタジェンドルさんのリリースですね。ナルカミさんは、店員さんかな、そうかな。あ、今日はありがとうございます、頑張ってください。あ、試合の方はそうですね、スローペースで20秒ほど経過したが、体力は下がり、25% ぐらい削られて、競技状況は、お互い2本ですね。それぞれ試合動くんでしょうか。さあ、命令が上からかぶせて、お互い牽制。さあ、リリースの体力が1本なくなって、さあ、あ、リリースで決めたかな、ちょっと怪しい。さあ、お互い1本、TT ですね、いい勝負。さあ、レイレイはゲージがちょっと余ってますね。行ってる間に天雷が刺さって、残り弱い。さあ、リリースかかった。お、いい当たりでした。さあ、スローゲージ回復したら天雷一つ耐えれるかな。さあ、投げが決まって追いつわからない。追いつけたね、多分天雷ですね。投げた後天雷が追いつんだけたんでしょう。そして、勝ったのは、鳴神レイレイさん。鳴神さんのレイレイですね。なんでレイレイに3をつけてるっていうね。あつかさん、練習しないでくださいだってあ、そうだった。あ、じゃあそうですね、あの、某大先生に、はい、実況をお願いしたいと思います。もうこれ、本当にですか。今日、某さんと食事してきたんですけど、すごい寡黙でしたよ。いただきますすら聞いてないですよ。はい、あ、なるほどですね。はい、やっぱりあの、犯人は秋田先生でしたね。そうですね、あの、ビリビリで食事してずっと秋田先生が食べてました。はい、次の試合が、ゼロさんのオルバスと、ランキンさんのミサモンですね。あの、新規勢の皆さん、ぜひ注目してください。3本の指に入る現役候補、人のオルバスですよ。対するランキーさんは、ここ、1年ほどで、急に強くなった。目標だけは前日じゃないかっていうぐらいのミサモン。さあ、オルバスが、ステージを抱えて、ミサモンを、画面端に押し込んでいく。今のは、暴れてオルバスを叩いても割れません。オルバスがアーマーついているんで、ミサモン側が取れる程度は、ダースボス発動でアーマーつけるみたいですね。スロークロス、先輩、ミサモン、ゲージが1本欲しい。ゲージないと死んじゃうぞ、これ。さあ、1本奪って、オルバス側の体力は、まだ25%しか減ってない。ギリギリですね。さあ、ソニック当たって、泡発動。あ、僕が届かなかった。AG が暴れたのが、そうそうしましたね。隣では、秋田先生がまた水晶でまずに連勝。そして、泡はね。あ、いいですね。おっと、泡はめに見せかけた中段ですね。勝ったのは、ムレさん。これで、負け出しなんだけど、ホーマン相方の方はどっちですか。ゴムゴムさん。